はい、今日はですね、また、フラー先生とドローンナイト来ております、はい、今日はね、ドローンナイトなんですけど、ゴジラ、はい、今話題のスーパーマリオ、いろんな各地で今ちょっと僕、持ち寄ってはみんなと体験して楽しんでるんですけど、もう古橋先生がぜひとも体験したいということで、ぜひともやっぱこれ映像を操りますからね。そうです。その映像を返してやるので、やっぱドローンと、ドローンって間違いなく、間違いなく同じですね。なんか先ほど言ってたのは何でしたっけ、UGV、 あ、 UGV ね、UGV ですからね、ちゃんとこれはドローンライトに関係してるということで。では早速これからやっていきたいと思います。カートの電源をなるほど、ボタンを押す、はい、入れます。押した。お電源入った、変わらない、更新ハムヤ、あ、ハムヤ更新なんだ。わー、うん、あれ、Wi-Fi がないとダメですか。そんなことないですよね。いや、多分もう入ってるじゃないですか。ハムヤはすでにコピー済みで、あー、そういうことですね。そうです、なんかファームが 1.0 みたいな新しくなって、なんか光が入った時に白飛びしちゃうのをなんか補正するみたいな。ほうほうほう、これアップデートだ。アップデートだったんですね。あ、そういうことか、いいね、これじゃあ青くなります。あ、よくできてますね、やっぱ家に置いておく間に。おお、すごい、もうアップデート終わった。アップデート終わった。で、これでじゃあまあ純正マリオです。はい、純正マリオです。はい、一人で遊ぶで、さあ、ごめん先生、ほほう、このリアクション撮りたい。あ、もう、違う。おお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 お、よくできた。よくできてる。タイヤも回る。はい。え、で、これ、で、アクセルがこれです。なるほど。で、ブレーキ。ああ。おお。なるほど。でもこのまま、おお、はい。これ、やばい。うわ、やっ。油断。そうだ。あ、逆、そのまま任せます。おお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 、いや、結構キビキビ動くのと、そうなんですよ。で、意外と遅延がないんですよ。ない。これだって普通だったらここに、うん、なんか画像が載ってたら、なんか一般的なドローンと比べると圧倒的に遅延ないですね。そう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 。で、これ 2.4 なんで。おお。しかもなんかいい、これをペンキで。うん、ああ、演出が。え、あと。はあ、で、あとをつけるようにする。はい。おお。そうです。まあ、これは全然急がなくていいです。ゆっくり走っていってで一周です。おー、あー、でルートが出た、はい、できた。おお、なんかルンバみたいで、ゲームに進む。ほう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 。あ、次進む。そしたらフリーモードなんで、はい、したらもう、はい、そうするとこれコースができるんですよ。おお、すげえ、コース枠ができるんで、おお、これはうわー、フラッシュちゃんとぶつかります、ね、ぶつかりますね。うわい、おお、今のコースで続ける。はい、で、グランプリで、甲羅とかでも投げられますので、ここで投げます。なるほど、はい、おお、で、こんなキャラクター出てきた。食らうと、うん、動かなくなりますから。おお、あー、懐かしい感覚。さあ、フラ先生、初体験。おお、わ、これ燃えるな。うわやばい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 
やばい、あと3周あ、スター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 です。行動してください。早くなんですよ、スターやなるほど。あ早いで、早いで。おお、完全に低い V だこれ。さあ頑張ってます。わー、よくできてる。よくできますよね。やばい、だんだんどこまでが許されるのかショートカット OK みたいなね。うん、やべ、ファイナルラムです。お、いけるか。お、4位、4位。あともうちょっと。あ、もったいない、もったいない、もったいない。3位、3位いけるか。おっと、3位。あー、おー、3位ですね。5人中3位。これは面白いですね。これすごくないですか。マリオカートの感覚は、はい、もう10年ぶりぐらいにやりましたけど、近いし、これすごいですよね。ちょっと冷静にこうリアルな方見たいですね。なるほど。このぶつかった時の感触とかすごい。そうですね。あ、でも、あー、このぐらいのスピードなんだ。そうです、全然。そう、あでも、なんかやっぱりリアルなこのスピード感よりも、はい、やっぱりもっと速い。そうなんですよ、やっぱ錯覚してる。スケール感がちっちゃいんで、やっぱりあのラジコンも10分の1だと、はい、4キロだったら40キロ出てることになっちゃうんで、実測スピードで。おー、これ100、まあ、50cc で 100cc と 200cc なんですけど、どんどん速度上がってくるんです。 200cc はね、本当に速すぎて運転できないかもしれない。いいですね、探検感。うわ、ハードよく切れますね、これすごい。一番一瞬はい、ハマってますね。ハマってます。2位ぐらいは行きたいですね、2位ぐらい。1位は V として。いけ、あれ、あれ、もうない。あ、スタートダッシュ失敗。手出し、あー、やばい、やばい、焦った、やばい。2位、2位どころか。うわ、あ、やばい。頑張ってます。お、速くなった。ちょっと加速した。お、いいですね。村瀬先生、レベル上がってきましたよ。おー、おー、よっしゃー。あー、やばい、やばい、やばい。もったいない、もったいない。いいっすよ、いいっすよ、調子いいっすよ。さあ、いけるかな。いい感じ。お、いい感じです、いい感じです。今何ですか、今。1位です。あ、1位ですか。1位です。おー、すげー、加速した。いい感じ、いい感じ、いい感じですよ。よし、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 いけるか。よし、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 よちょっと遅延はしてるのかもしれないですけど、なんかそれをこう感じさせてくれないというか。そう、
まあ、当たるかなと思ったけどギリギリ避けたかなっていうとちゃんと避けてるんですね。そう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 、これすごいっすね。このこれちょっと遅延、あ、先生のあれでも遅延調査をちょっとこれをこうやってみて。おー、ほんと若干ですね。おー、ちょっとだけ遅れる。そう、ちょっとだけですね、ほんとに。なんだろう。まあでもドローンのカメラこんなもんですよね。あのドローンもっとちょっと気合ありますね。もうちょっと、あ、もっとあります、もっとあります、ね、そのあの映像が飛んできた方、そうですね。ああ、うん、なのでこれは早く早いですね。しかもだからここに乗っかっててこれをできるってすごいですよね、うん、まあでもこっちはこっちで処理してるのかもしれないですけど、うん、いやでもでもこれがこうやったらそうだね、ちゃんと動くんですね。マリオがちゃんとここにもいるし、この画面にもいるっていう、この、うん、そうです、ここはうまく隠しちゃうといいですよね、うん、このここ普通だとここ映るんだけど、そうこれは本物かなと思ったけど、だから本当になんかチコちゃんに近い表現というか、あ、リアルなチコちゃんもいるんだけど、ね、CG でかぶせちゃって、頭のところの動的に処理してきてるっていう、なんかそこはすごい、うん、いやこんそうするとマリオが生きてるんですよね。 こっちで見ると完全にマリオが生きてて、これがすごいですよね。このコースが、うん、ちゃんとラインが作られるっていう、そうですね、綺麗にちゃんと、いやーこの AR 感すごいな。いや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 、ほんとタジさんがここに自分の作った手作りラジコンに FPV のカメラ乗せてハンドルコントローラーを持ってきて、ね、はい、この1階でブイブイ走らせてたのがつい製品化しちゃってるみたいな。そうですもう任天堂さんがやっていってしまったらもう何も、はい、まだその任天堂より先駆けてやったっていう実績は実績はいや、なるほど、はい、これは作りはいいっすよ、本当に作りいいっすね。うん、やっぱりああ、もうこのこの、これとの品物なってないけど本当クラクション鳴らすんだ、はい、くぐった感がありますもんね。で、これも全部ジャンプできる、あ、そうです、ドリフトできるんですよ、こっちで。あ、ドリフトすると加速するってやつです。コーナーでポンってジャンプして、コーナーでジャンプするとドリフトなんです。で、やると加速するんですけど、結局意外と難しくて、ああ、ドフトだ、ドリフトした、そう難しい、滑る、そうなんですよ。おー、だ最後の追い込みでなるほどドリフトしたりすると意外といけるかもしれないですけど、ここすげえ癖もんですよ、すげえ足がいっぱいあるからこんなコースの楽しみ方もあるから、なんか、ね、AR 上での勝負もあるけど、そうです、こっちの邪魔もあるんで、だからこれ、本当、複数台あったらめちゃめちゃ楽しいと思います。4台でやったら、もう混戦しますよね。リアルに4台走れるんですか？はい、4台まで同時プレイが。要はこう、つながって、一緒の画面に出てくるんですね。あ、そうです、そうです。でも実際だからあの相手方にはこれが見えるんで面白いと思いますよね、うん、なるほど、はい、フライ先生大興奮ですこれはこれマリオカート昔から来た世代にも受けるし、そうなんですよ、これだからこの世代でもそのマリオカートやってた世代ってラジコンもやってるから、うん、多分それ込みで多分楽しませられてると思うんですよね。いやちょっとやっぱ人気ですね。はい。楽しいっす。楽しいっす。いただきました。はい。こんなマリオ体験でございました。はい。これにてドロンバード終了でございます。今日はマリオ中心の感じでした。一応こちらの方にね、はい、新機種いろいろ転がっておりますので持ってきまいりました。はい、また次回、ドロンバードやりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ。